JR 円町駅、丸太町通りと西王子通りの交差する円町交差点の南西側にある駅です。なぜこの地域が円町と言われるようになったか、それは遡ること平安時代、この辺りに右獄という牢屋があったことに関係しています。目の前にあるのは丸太町通り、道路を隔てた向かい側、円町交差点の北西側で、発掘調査から右獄があったことが明らかとなりました。ではなぜ右獄という牢屋が円町という地域名と関係するのか。円町の円の旧字体はこちらの円、円を分解すると陰、人陰、プラス口、陰を口で囲む、人々を囲っておくところ、つまり牢屋を表します。牢屋のあったこの辺りを京都の人々は円町と名付けました。こちらは円町交差点。本来京都市の交差点名は南北と東西の通りの名前を組み合わせて名付けるのが特徴。そういう意味でも西王子丸太町交差点と名付けられるはずですが、例外的に円町交差点と名付けられています。円町という地域名が深く浸透していることがうかがい知れます。それではこの交差点の北東側にある人気ラーメン店でランチにしたいと思います。JR 円町駅から徒歩3分、円町交差点のすぐそば、ラーメン麦牛ボリューム1本店。こだわりの素材と手間暇をかけた醤油を使用したラーメンが人気のお店です。注文したのは鬼バラ黒、トッピングはトロトロ味玉とネギ増し、きれいに盛り付けされた醤油ラーメンです。醤油ラーメンにはネギが合います。薄い豚バラがたっぷり、いろんな食べ方ができます。中細ストレート麺、醤油スープと混じり合い黒く色づいています。鶏の旨味がたっぷりのスープ、醤油とのバランスもいい感じです。薄くカットされた豚バラチャーシュー、豚肉のコクと良質な脂身で口の中でとろけるような食感、素晴らしく美味しいです。こだわりの素材と手間暇をかけた醤油は沢井醤油の2度熟成再仕込みを使用。この醤油は木の桶や大きな釜、昔ながらの道具を使い味を守り続け、醸造過程で麹菌への微妙な加減を人間の勘と経験で行うこだわりの一品。途中自家製ニラニントンを少し入れ食べ進めていきます。名古屋コーチンを丸ごと使ったスープ、鶏の風味が醤油のうまみを際立てます。コシの強いストレート麺との相性も良く、気持ちよく麺をすすれます。
薄切りのチャーシューは油がとてもよく、麺とともに食べるとさらに存在感を出し、無限に食べれそうです。またチャーシューの旨味がスープに染み出し、最後の最後までスープを飲み干してしまいます。とても美味しかったです。ごちそうさまです。